皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディです。この動画は中学校2年生の国語4説得力を高めるの中の哲学的思考の進めの2時間目です。学習を始める前にワークシートを印刷しておきましょう。動画の途中で自分の考えを書いたり、読み取った内容を記入したりする時間があります。その時には動画を一時停止してください。今日の課題は、哲学的に考えることを支えている、考えるための技術を捉えようです。論章の中心となる部分では、どのような考えるための技術が使われているでしょうか。次に示す場面について考えてみましょう。複数の具体的な事例から一つの結論を導きたいとき、導き出した結論に説得力があるかどうか検討したいとき、ある事柄についての理解をよりはっきりさせたいとき、それぞれの場面についてどのような考えるための技術が使われているか考えてみましょう。本文91ページの14行目から94ページの14行目までを読み、考えるための技術を探します。探し出せたら、考えるための技術の内容と、それが書かれている段落番号をワークシートに書き入れましょう。内容については、簡潔にまとめて構いません。また、複数の段落にわたって書かれている場合もありますので、注意してください。では、動画を止めて本文を読みましょう。それでは答えを確認しましょう。複数の具体的な事例から一つの結論を導きたいときに使われている考えるための技術は、8段落に書かれている具体例を一般化して根拠とするになります。導き出した結論に説得力があるかどうか検討したいときに使われている考えるための技術は、10段落、11段落、14段落に書かれている判例がないか探す、また他の考えの可能性を探るになります。ある事柄についての理解をよりはっきりさせたいときに使われている考えるための技術は、13段落の似ているけれども異なっている別の事例と比較するになります。最後に筆者の結論について吟味しましょう。筆者の出した結論は、周囲から共感を持って受け入れられていないと感じるとき、それが恥ずかしいという感情を引き起こす。だから、失敗ということは恥ずかしいという感情にとって本質的なことではない。共感があれば失敗しても恥ずかしくないし、共感がなければ失敗していなくても恥ずかしいと感じる。でした。自分の知識や体験から筆者の結論の判例となりそうな事例を挙げてみましょう。また、それがなぜ判例になりそうなのか、理由も書きましょう。動画を止めて、ワークシートに書き入れましょう。それでは、答えの例を示します。判例になりそうなこととしては、海外で日本人の
モラルを疑われる行動をニュースで見た。その時、私は全くの他人のことなのに恥ずかしいと感じた。全くの他人の行為で直接その場にいないのに恥ずかしさを感じるということについて説明できないのではないか。こんなこともありますね。また、それが判例になりそうな理由としては、このような体験例から考えると、筆者が取り上げている事例は、当事者である自分の行為や行動について述べたものであり、周りの人、みんなというのも、自分のことを直接見ている人を対象としている。その場に共感を求める人がいない場合でも、恥ずかしさは感じるので、その部分の説明や修正は必要ではないだろうか。となります。このような考えも参考にしてください。今回学習した問題や他の問題についても、本文の例のように哲学的に考えられるといいですね。考えるための技術を使って、自分の力で問い直してみましょう。今日は、哲学的に考えることを支えている、考えるための技術について考えました。それでは、これで授業を終わりにします。